先生、よろしくお願いします。大拍手の中舞台に上がったゴルゴ。少年たちの顔を見たゴルゴは驚いていた。少年たちの顔が皆笑顔だった。俺のこと知ってるかな。知ってる人手挙げて。おお、みんな知ってんね。よっしゃ、じゃあちゃんと手挙げてくれよ。知ってる人。そうだよな、ありがとう。ここにいるのは多かれ少なかれ家庭に問題を抱え犯罪に手を染めてしまった少年たち。しかしゴルゴの前にいた少年たちは生まれ育った環境に嘆き、人生に悲観している子たちには見えなかった。それどころか笑顔を絶やさず前のめりでゴルゴの話を聞き入る少年たち。さあ、ちょっと喋っただけで熱くなってきたんで脱がしてもらうよ。まあ全部は脱がないけどちょっと熱いわやっぱり。そしていよいよゴルゴの授業が始まった。さあ今から授業を始めます。さあ今からみんなに聞きます。夢のある人。はい、サッカー選手。サッカー選手、はい。他に、はい、いいよ、どんどん言って。はい、億万長者。億万長者、はい。まずゴルゴは少年たちに夢を語らせ始めた。はい、いいよ、言ってて。プロのバンド。バンド、ミュージシャンか。一人一人の夢をゴルゴは丁寧に聞いていく。はい、美容師。美容師、いいね。俺の頭やってくれるか。さあ、たくさん出ました。これ夢。さあ、どうやったら実現できるか。夢を叶える方法を。夢いっぱいですやんか。教えるぞ。成功する人としない人。でも失敗は成功のもとだ。そしてゴルゴの真骨頂、漢字を使った授業が始まった。夢。夢。はい。これはいい？よく聞いてくれよ。辛いことあったら言葉にどんなことが出る？はい。うっせえな。うっせえな。くっそーと。やってらんねえ。もうやめた。もう諦めたとか。なんでなんだよ。なんで俺ばっかり。あいつはいいよなとか。そういう愚痴をこぼすんだ。愚痴を、マイナスなことを言うんだよ。弱音を吐くんだよ。吐くという字はプラスマイナスって書きます。これはいいんです。いいことも悪いこともどんどん言葉に出せっていうこと。嫌なことなんかは吐き出しちゃっていい。でもそこから成功する人、夢を実現させる人は少しずつ変化していくんだ。弱音は吐かなくなっていく。少しずつ少しずつ吐かなくなっていく。ポジティブシンキング、いいことだけを言っていく。自分の夢だけを、俺はこうする、夢をこうなるんだ、ああなるんだって言ったら、そのために必要なものが近づいてくるんだ。だから弱音を、マイナスなことを吐かなくなる。いいことも悪いことも言っていいけど、その後が大事。少しずつマイナスなことは取っていくんだ。少しずつ少しずつ少しずつ取っていくんだ。あ、はい、なんていう字ですか。はい、叶うんだ。そう、そうすれば夢は叶っていく。すごい、実現していくっていうこと。そしてゴルゴの言葉に教室が動き出した。夢をこうなるんだ、ああなるんだって言ったら、そのために必要なものが。少年たちがゴルゴの言葉をノートに残す。その姿は彼らも自分の人生を変えたがっている、そう思わせるものだった。そしてゴルゴは少年たちに最も伝えたい言葉を語り始めた。で、自分が想像してたより、そこまで到達する前にちょっとまだ足りねえなと思ったら、軌道修正しながら最終的な目標は変えないんだ。紆余曲折しながら、遠回りしながらでもここまで行けばいいだけの話で、これは危険だと思ったら回避する。そこから逃げるんだ。わかる？夢は叶うからな。はい、危険だと思ったら逃げていい。信用に兆しだ。はい、逃げていい。危険だと思ったら逃げなさい。いい？そしてまた時間を置いて、この信用を底辺に変えて兆しにしたら、これは挑むっていう字だ。挑戦の挑だな。信用から底辺に変えただけで意味が違うだろ。だけどここの意味は
似てるんだ、うん、辛かったら逃げてもいい。ゴルゴの言葉は少年たちには新鮮だった。はい、なんて読みますか。はい、幸せ。そう、幸せ。はい、幸せの反対は何ですか。はい、同じ曲。辛い。辛い、はい。はい、似てねえか。似てるな。はい、一本足りないな、辛い方は。はい、一本出したら幸せっていう字だ。はい、幸せのところから、はい、一本取ったら辛いっていう字なんだ。幸せな状態でも何かが欠けたら辛くなんだ。はい、苦しい。はい、困りましたね。はい、災い、災難だ。はい、ここにいい。はい、苦難、困難、災難、こういうことがあるから不幸って思っちゃうわけよ。はい、さあこういうことが起きない人生のことをないなんで無難って言うんだ。無難な人生、苦難、困難、災難が嫌なことが起きない人生のこと無難な人生って言うんだ。君たち無難に生きてきてねえよな、うん、無難な人なんて誰一人もいねえんだ実は。誰かから誰かを比べたら無難な人生に見えたりするけど、そんなのはさっき言った話と一緒で不幸なんてねえよっていう話になるんだけど、はい、こういうことが起きないことは無難な人生って言います。はい、しかしこういうことが起こることをないじゃなくて、この逆、ある。あるなんて書いたらなんていう字だ。見たことあるぞ。はい、よし、答えてない。君、ありがたい。そう、はあ、ありがたい、ありがたいっていうこと。苦難、困難、災難って普通嫌じゃん。だけどそういうことが起きたことをありがたしっていうんだ。昔の人ってすげえだろ。1000年前2000年前の人、俺たちの先祖はそうやって作ったんだ言葉を。そしてゴルゴの授業は一旦休憩。いい時間になりました。ここでね、俺が今日後輩呼んでんだ。お笑い芸人暴れる、ちょっと出てきて。どうもこんにちは、皆さん。ここからは暴れる君が公演を盛り上げる。みんなこんにちは。こんにちは。やだ、止まんない。お、受けてる受けてる。先輩ゴルゴに突然誘われた少年院での公演、何をやればいいのか迷ったこともあった。しかし難しいことを考えずに立て続けにネタを披露。コント、スパイ、ボブ、ボブ、敵のアジトに潜入完了。この見張りを倒し次第部屋へ侵入を開始する。少しの間だけ子羊のように眠っとけ。少しの間だけ気絶しとけ。気絶してやだ、強い。首周りの筋肉すごい。ボブ、ボブ、見張り首強い。どうぞ。どうもありがとうございました。そして再びゴルゴの授業。ゴルゴ松本が最後に送る間に入った命の授業。中学生で少年院に送られた彼ら、中には親の愛情を知らず人を傷つけてきた者もいる。そんな少年たちにゴルゴは最後に命の尊さを説く。命って知ってるよな。はい、これは俺のギャグだ。これは田舎の山を見てて、1997年に新年に新しいギャグを作ろうと思って山を見てたら、山にその文字が出てきて体にグワーって入ってきて、駅のホームでこうやったのが始まり。ほんまですか。手を広げて命って、あ、これ今年のギャグにしようってこと。さあ、命、人を人叩きと書きます。人を人叩き、殴ったり蹴ったり相手を痛めつけることで命を感じる。これは大間違いです。寝てる時、無意識の時、今も叩き続けてるものは何ですか。はい、心臓。
そう、その心臓トクーン、トクーン、トクーンって、一叩き、一叩き、これ連続してるだろ。トクーン、トクーン、トクーン、触ってみな、自分の心をね、これ血が流れて心臓が動いてるっていう証拠だ。この一叩き、一叩きの連続が命なんだ。で、命っていうのはこれを命がけでみんなを産んでくれたお母さんが一人いるんだ。人間っていうのは全て女性から生まれる。全ての始まりは女なんです。女編に女が土台で始まるっていう字なんだ。全ての始まりは男も女も女なんだ。だから俺ら男だろ、女の人を粗末にしたら絶対ダメなんだ。女の人は守ってやり、優しくしてやり、尊敬してやんなきゃダメなんだ。君たちを産んでくれたお母さんは命をかけて産んでんだ、間違いなく。命をかけて産んだはいいが、死んじゃった人なんかもたくさんいるんだ、自分の子供を見る前に。そういう本当に命がけなのが出産っていうことなんだ。これを人間はずっと繰り返した。こっからはみんなが命をつなげていくっていう作業が。だからこれからもうちょっと勉強しながらここで頑張って、外出たら思いっきり命を広げてってください。はい、今日の授業はこれで終わりにします。起立。じゃあ全員で命で、終わりにしましょう。いくぞ。じゃあこれからのみんながますます元気に生きていけるように、いくぞ。あっ、いいなぁ。まだ立ってよ。ほら、若いんだから。あと5秒。4、3、2、1。ありがとうございました。ありがとうございました。来てて良かった。はい。来てて良かった。ありがとうございます。はい、はい、はい。ありがとう。こうして、ゴルゴ松本の赤木少年院の公演は終了した。